ちは、今日はね、新しいタイプのカラーの方法を紹介したいと思います。美容室でカラーをしたのに1週間だったら色が抜けてしまい、気に入っていたのになと思って残念になる時ってありませんでしょうか。そんな時に、美容室でおすすめするこの、ロイドのカラーシャンプー、今日は彼女はアッシュ系がいいと言っていたので、前回もアッシュ系でカラーしたんですけども、まあ、月日が経つことについてこうやってアンダートーンでね、色味が消えて黄色く赤くなってきてしまいます。それをこのカラーシャンプーを使うことによって色持ちを1週間から1ヶ月っていう形に伸ばしていく方法を紹介したいと思います。もう簡単に、お風呂場に行って、シャンプー、普段してるシャンプーと同じような感じで、3プッシュぐらい取っていただいて、まあ、髪の毛長い場合は4プッシュとか5プッシュぐらい出してもらって、普通にシャンプーしてもらい、放置時間を5分、10分長く置いてもらえば置いてもらうほど色持ちが長持ちします。で、色の入りも良くなるので、そんな形で色持ちをキープするというタイプのカラー用のシャンプーをご紹介したいと思います。それでは今からこのロイドのカラーシャンプーを使った使い方を説明していきたいと思います。まずはじめによく濡らして流してください。まあ、使い方は簡単ですね。出したい色によってこの使用量を出してもらいます。普通にシャンプーするみたいに、根元の方からつけていきます。界面活性剤なので泡が出るので、その泡を髪の毛全体にまとうようにしながらシャンプーしていきます。足りないなと思ったら、もう増やしながら、使用量を増やしながら使用していきます。髪の毛は長いので、今回は3回に分けて塗布をしていきます。この時になるべく根元にもちゃんとつけるようにしておいてください。根元につけるようにしとかないと、仕上がった時に、根元の方だけちょっと赤みが残っちゃうみたいなこともあるので、根元の方をしっかりまずつけて、根元がつけ終わった後に毛先の方に、徐々に塗布していくという形をとります。見てください。ちょっとやっただけで色が色相がね、アンダーの黄色から、寒色に変わってきたのは分かりますでしょうか。だいぶ、根元の方の色も寒色に傾いてますね。で、この色がまだもうちょっと感触にしたいな、もうちょっと極めを抑えたいなと思ったら、少し泡を取ってもらいます。泡をなくした状態にしてもう一回シャンプーを取り直します。ここでもう一回、縫い直す、ね、付け足しという感じで塗布を、染料の量を増やしていきます。そうすると、見事に、少し感触の色が強くなったのが分かりますでしょうか。こうしても簡単に、髪の毛を濡らして普通のシャンプーをするようにして塗布をするだけで、カラーしたての時のような綺麗な感触の色に転ぶようになります。この後色が濃くなるということはないので、色持ちを考えている方はこのまま10分でも20分でも放置しておいてください。カラーの色持ちを気にしないけど極みだけ取れればいいわという方がいる場合は、もうつけて色が入ったなと思ったらすぐ流しても構いません。でも5分ぐらい置いといた方の方が色持ちは綺麗になるし、髪の状態も綺麗に感触に転ぶので、放置時間は5分から10分ぐらい置いておくと一番色持ちの効果は出ると思います。時間を置くと徐々に色が全体に馴染んできてますね。わかりますでしょうか。つけたては
色があります。これが髪の毛に付着した後にどうなるかというと、染料の色がなくなり泡の色になります。わかります？これがもう 泡をいくら置いておいても色が入らないので、このシャンプー剤に含まれた色をしっかり付着すると最後は泡だけになるので、使用量によって色が濃くなるという形になるので、その色を見ながら足りないなと思ったら付け足すっていう形をね、取ってもらえるとすごく、自分でも簡単に、お客さんも簡単に自分で色を付け足すっていうことができると思います。はい、もう、大丈夫だと思うので、流していきたいなと思います。はい、今こうやって軽く流してます。見てもらって分かるように、分かりますか？地肌にも全く色がついていないし、手にも全く色がついてません。なので、すごく、簡単に場所も汚れることもなく、色を戻すことが可能になります。アッシュ系でカラーした上に、どうしても色が出にくいタイプのお客さんとかいらっしゃいますよね。その場合にアッシュでカラーしておいてアンダーとかどうしても見えてしまいます。その上にダブルカラーとしてこのアッシュシャンプーを、一緒にやりますよという話をして、お客さんに、このシャンプー剤を持って帰るとコミットして、お客さんに提案するというのも一つのカラーの方法だと思います。昔ダブルカラーとして、上乗せカラーみたいなことだったり、上からトナーをかけるみたいなこともあったと思うんですけども、サロンワークの中で同じように、色をかぶせるという点でこの、カラー用シャンプーを、トナー代わりとして使うということもすごく可能性が大きいと思います。塩基性染料なので、酸化重合のカラー剤よりもツヤ感も手触り感も、すごく綺麗になると思うので、お持ち帰りも含めてサロンワークの中のダブルカラーとしてお客さんに紹介してもいいんではないでしょうか。はい、シャンプーを流し終わったので、通常通りのトリートメントを、このカラーシャンプーの後に、通常通り行います。トリートメントされした方の方が、色持ちも良くなると思うので、必ず、いろいろシャンプーをやった後にトリートメントもされるといいと思います。はい、それでは乾かしていきたいと思いますが、ビフォーの状態と比べて、だいぶ髪の毛が乾燥で転んだのがもう濡れてる状態で分かりますよね。だいぶ黄色かったアンダートーンが見えていた髪の毛がアンダートーンが切れて乾燥にちょっと深みのある感じに今転んで見えてます。それではこれを乾かしていきたいと思います。見てください、この分かりますかね、こう短足に転んだ感じ、ね、シャンプーしただけで色持ちがキープできるっていうね、このシャンプー新しいカラーの提案で、ね、すごくない？すごいです。すごいよね。すごい、あ、いい感じ、いい感じ。ムラがこんなになんかなくなるようになってる。塩基性染料だからムラが出ない。酸化重合剤はムラが出ない。すごい、この絶妙な淡い感じのハイトーンの色がすごいいいですよね。なんかいつも色が抜けてきた時だけしか楽しめない色合いなので、うん、それが毎日キープできるってなるとすごくおしゃれ、うん、おしゃれを楽しめる。カラーが仕上がりました。すごく綺麗に感触が出ています。僕はカラーリストとしてずっとやっているんですけども、カラーの技術の中でブリーチハイライトをやりながら終わった後にシャンプー台に行ってトナーをかけたりする技術があるんですけども、その時普段僕はどういうふうにトナーしてるかというと、濃いアルカリカラー剤にシャンプー剤の界面活性剤を混ぜて泡が立つようにしてトナー技術をしています。界面活性剤を入れることによって泡が立つことによって全体にムラなく色が入りやすいですね。トリートメントタイプのものだとブトッとついて全体にいくのにかなりの量を使わなきゃいけないんですけども、シャンプーというのは界面活性剤泡と同時に全体に来やすい状態になるので、使用量をちょっと増やしてもらう感じになるかもしれないんですけども、界面活性剤を使いながらやるというのはト
トナーをきれいに色を入れていくっていうやり方の技法の最も近いやり方になります。それと塩基性染料というのは酸化重合剤と違ってしっかり塗ればしっかり全体に渡ればムラなく同じように同じ色が発色するというのが特徴になるので、きれいに色がムラなく染まりやすい、それが塩基性染料の特徴だと思います。それプラス界面活性剤のロイドシャンプーはシャンプーと塩基性染料のいいところを合致したものなので、ご自宅で使用されてもサロンワークのカラーの後にダブルカラーとしてのちょっとトナーオンという形で使用しても綺麗に色が入る、そんな新しいカラーシャンプーだと思います。今回ご紹介させてもらっている塩基性染料入りシャンプーは今日はモデルさんでね、このアッシュっていう色を使いました。それ以外にブラック、黒髪をより艶やかな黒にするためのブラックシャンプー、それに、髪の毛を白く見せる黄ばみを、取るシャンプーね、プラチナムシャンプーというものと、赤系のピンク、ピンクベージュとかやってやっぱりすぐ色落ちちゃいますよね。そういう人にこれを持ち帰っていただいて週に1回でも3日に1回でも使ってもらえれば、そのピンクブラウンというものでピンクベージュという感じが維持できる、タイプのピンクシャンプー、それと、ブラウンの色をきれいに色持ちさせるタイプのシャンプーですよね。で、塩基性染料なので髪の毛に害がないので、ストレートパーマやデジタルパーマで髪の毛がすぐ退色してしまう人たちにも、おすすめできる、ものだと思います。週に1回、まあ、髪の毛によって違うんでしょうけど、すごく傷んでる人には3日に1回ぐらいおすすめするのがいいと思います。明度が少し落ちてるのが気になるっていうんだったら1週間に1回ぐらいをおすすめすると、お客さんにとってはすごくいい色を、ね、維持するタイプの商品になるし、美容師としてもいいカラーを維持していくっていうものに対しての自信の持てるヘアカラーができると思うので、ぜひお客さんに紹介してみてください。